緊張してる？いやいや、してますよ。そりゃそうですよ。もうテレビはつけないので。あー、ビーブー。なんだそのリアクションみたいな。見てほしい。絶対見てください。はい、皆さん、こんにちは。SRD メディア事業部の市川まさみです。皆さん元気にしてますか？ということでね、とうとう私人生初のコロナになりまして、もうねどうなることかと思いましたけど、元気に復活してまいりました。ということで今日ね、いつものゲストちゃんお呼びしちゃいましょうか。今日もゲストちゃんこちらの方です。お願いします。もう実はね、すでに4つんと言わせてもらってるんですけど、はい、はい、1です。1です。あ、やっともう実はあの、よつはちゃん、いや、よつはちゃんと言っちゃった、4つんからね、見てください、素敵なお花をいただきました。このね、ポッドキャスト聞いてくださった方はね、多分知ってると思うんですけども、はい、こんなお花でした。なんかちょっと緊張してる？してますよ。そりゃそうですよ、してますよ。ちょっと硬い。してみる、はい、さっきはそのポッドキャストの方でね、よっつんがメイン MC ということで、私がゲストでお邪魔したんですね、はい、こちらの YouTube の方では私の方が進行させていただいて、ゲストちゃんということで。YouTube とかって普段見ます？ YouTube めちゃめちゃ見ます。あ、見るんだ。むしろほぼ YouTube ですね、生活の中で見ている動画はそうですよ。テレビはつけないので、だから3月に引っ越したんですよ。そこから1回もテレビつけてないことに気づいて待って、そうなんですよ。だから もう半年つけてないんですよ。やばい。もうだから家電ってなんかつけないと、もう使わないと壊れちゃう。いや、壊れちゃうし、つけた時にさ、漏電とかの原因になるんじゃない？漏電？放電？どっち？わかんないけど、放電めっちゃ放電ですよ。できなかった人だったので、次どういう活動していくかみたいな話になった時に、どうしても自分に自信がなくて、そっちに頭が慣れなかったんですよ。だったらその中途半端な状態でやるんだったら、一回働くっていう選択をして、だけど働いてる中でまた気持ちがいろいろ変わってって、でまた発信とか表現したいんだなって自分の中で思ってですかね。なんかそのさ、社会人経験やってた時ってさ、お休みとかはどのぐらいの頻度でもらう？普通に週2です。普通の正社員の形ですね、週2。そのお休みの時はやってたこととかあった？いろいろ日によって全然違ったんですけど、もう普通に引きこもってる日もありましたし、引きこもってる日は YouTube とか韓国ドラマ見たりとか
そういうもう超普通の生活してました、ね、すごい派手な生活じゃないけど充実してそう。充実はさせてました、うん、なんか一個しないと、うん、ムズムズするんですよね。休みでも A型 O型 B型、はい、わー B 型さんになったよ。言われます。でも変なとこにこだわるところがあるからそういうとこは B 型。あえ4つのこれから見てて、私 A 型です。ですよね。でも私 B 型ってよく言われる。えそうなんですか。マイペースすぎて。えそれって嫌じゃないですか。あ全然。あ本当ですか、うん、全然当たらなくてごめんって。でも逆に嬉しいですよ。私は B 型の人って大体血液型の話になるとすごい嫌がるんですよ。あそうなんだ。そうなんです。B 型ですって言うと、うん、あーねってなるから。だから A 型とか O 型とかの方のみんなリアクションが違うじゃないですか、うんうんうん、だから B 型はもう嫌われるんですよ。だから B 型って自分のことを B 型って言うのあんま好きじゃないんですよ。ごめん言わせて。いやだから当てられなくてよかった。全然見えない本当に。B にもいいところあるからね。ないです。だって B になってみんな嫌がるもん。 B え、なんで。あ、B ね。なんだそのリアクションみたいな。絶対にそうなんですよ。開けちゃいけない扉を開けてしまったようだ今日。血液型でどうだこうだ言う人は、はい、ただの偏見だから。でも人間みんな一緒。平和主義そういうスローがありそう。お洋服のポイントを教えてください。今日はイッチーの YouTube に出させていただくっていうことだったんで、綺麗めに行こうと思って。確かにめっちゃ綺麗め。そう、綺麗めにしようと思ってちょっと肩膨らんでるものを選んでみて。ハブスリーブちゃん、そう、かわいい。全然普段着ないんですけど。え、そうなの。そう、普段はどんな服を着るんですか。普段はさらっとワンピース。ベースは結構綺麗めが多い、ね、楽かどうかで決めてます。楽かどうかで決めて大事です。今日はだから綺麗めにパフスリーブに、うんうんうん、まあ、マーメイドスカートにして綺麗めっていうのを意識しました。かわいい。このナツネイルちゃんもかわいい。これ見る角度によってキラキラしてる、ね、違うんですよ。これは来月はもうできないと思って、ラストナツネイルです。ラストナツネイルを楽しんでます。お手手のネイルも可愛かったです、はい、お手手のネイルは多分撮影前に撮らないといけないんですけど。あ、そうなんだ、はい、もったいない。しれっといっちゃう。しれっといっちゃえばやばいです。最低の先輩。しれっといっちゃえばやばい。しれっといっちゃうところでしたよ。しれっといっちゃう。危ない。ちゃんと撮りましょう。一周回っていただいて、取らなくて大丈夫ですか。大丈夫です。気遣い野郎だな。はい、というわけでね、今日もうちょっとね、アダルティーのお話もしようと思ったんだけど。しましょうよ。なんでしないんですか。そうですか。
って分かる、その。もう終わりから。いや僕はしてほしいな。あ、してほしい。ちょっと2、3テーマ一発ガーッとやりますかね。じゃあ行きましょうか、2、3テーマちょっと。